発射音の小さいサイレンサーサブマシンガンは相手に距離感や人数を錯覚させる効果があり、複数のテロリストなどに対して作戦の初期段階で使用されている。MP5SD2 は MP5 に組み込み式のサイレンサーを取り付けたモデルで、固定式のサイレンサーは後部の発射ガス拡散室と前部のダンパーを組み合わせて消音効果を上げている。ドイツはもとよりイギリスの SAS やアメリカのデルタなど各国の対テロ警察や軍の特殊部隊で採用されている。スターリングマーク5サイレンサー、イギリス軍内ではL34A1 の名で呼ばれている。スターリング L2A2 をベースに開発が行われ、1964年に完成。イギリスの SAS、SBS など特殊部隊で使用されているほか、海外への輸出も行われている。サイレンサーは組み込み式で、構造は MP5SD2 と同様、発射ガス拡散室とダンパーの組み合わせとなっている。スペシャルパーパスウェポンの中には、より特殊な目的のために開発されたユニークな形状を持つものも少なくない。これは物々しい武装をした警備陣を嫌う VIP のために開発されたスペシャルケースと MP5。 ヘッケラー&コッホ 40mm グレネードピストルとグリップを除いたライフル装着型。対人榴弾や催涙弾のほかにも、殺傷能力のないゴム弾など、さまざまな種類の榴弾が使用できる。サブマシンガンはピストル弾を使用するが、より強力なライフル弾など威力の高い弾薬を使用するものも開発されている。ベルギー FN 社の P90、 1988年に完成した軽量防御用兵器で、小型化するためにユニークなマガジンシステムとブルパップスタイルを採用。エジェクションポートはレシーバーの下側に設置され、シューターの利き腕を選ばない。弾薬は銃と並行して新開発された 5.7mm×28 特殊弾で、ピストル弾より反動を小さく抑えながら高い貫通力と長い射程距離を備えている。
ピストルとライフルの中間に位置する防御用兵器として、その新しいコンセプトが注目されている。 G3 サブマシンガン MC51、 イギリスの FR オーディナンスインターナショナルが G3 のバレルを切り詰めて改造販売しているモデルで、強力な 7.62mm NATO 弾をそのまま使用している。 AKS-74U、 ロシアのアサルトライフル AKS-74 のショートバージョンで 5.45mm×39 弾を使用する。現在ロシアの特殊部隊スペッツナズで採用されているほか、ブルガリアなど東ヨーロッパでも広く使われている。